だが僕はお前が一生かかっても手に入れられないものをいろいろ持っている。ミオどうしたしょ。友達いたんだ。あ、でもちょっと友達も行ったんで消させてもらうんだけどね。中尾が消えた。きっとクイーン様と一緒に僕を探しに行ったんだ。いやもう意味わからへん。もう黙れクリス、何も言ってなくてもとにかく黙れ。別の仲間を呼ぶ。そんな必要はない。さっきの奴らがすぐに戻ってくる。俺また嫌われたんかなみたいになってモテるってこと。これかわいそうやな。ちょっとスリープミストやったら全員逃げるんですけど、このままやってみたらなんかあるかなと。そうともクリス、お前と違って僕には頼れる仲間がついてる。こんな風になるんだ。お前一人では到底僕らにかなうはずない。クリス、お前に勝ち目はない。僕のチームは天然資源豊富だ。どういうこと、天然資源って。知性、知恵、そしてゆくゆくは乳首。ここでも言ってたんだ、乳首って。ノエル、少し痛い思いをしてもらうよ。でもこれは君を救うためなんだ。助けて。乳首って言った後にそんなシリアスな感じで言われても。これ以降会話は同じですね。それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して他の動画を見ていってください。また、Twitch で生放送もしておりますので、この動画の説明欄から飛んできていただけると嬉しいです。それではまた。